東京、新宿での、半原発デモ、9.11原発やめろデモにて、原子力発電所反対デモとは、原子力発電所の新設や、既存の原子力発電所の存続、停止中の原子力発電所の再稼働等に、反対するデモ活動である。半原発デモや脱原発デモともいう。日本の原子力発電所反対デモは、1970年代、 以降の原発建設予定地周辺における建設反対運動のほか都市部での原子力発電所反対デモとして原子力発電所事故が発生した際に盛り上がる例が多い。1986年4月26日に旧ソ連で発生したチェルノブイリ原子力発電所事故や2011年3月11日に発生した 日本の福島第一原子力発電所事故を引き金にして盛り上がっている。特に福島第一原発事故以後は日本をはじめ世界各国で多いところでは数十万人単位の参加者が集うようになっている。東京での半原発ラリーボーア・ハーマン東京での半原発でも2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震を主因に 福島第一原子力発電所事故が発生すると地震による原子力事故への危惧が高まり東京や福島県浜通りなど全国各地で原発の廃止を求めるデモ活動が行われるようになった2011年3月18日東京電力本社の前で活動家3人がトランジスタメガホンを手に福島第一原発に関する声明を読み上げ 参加者が増えていった。同年3月20日に東京、渋谷で同月27日には銀座で大規模なデモが行われ、いずれにも約1000人が集まったと報道された。同年3月27日には名古屋にて脱原発を歩こう。ストップ浜岡パレードが行われ、1時間弱のパレードを開催し、約400人が集まった。4月10日には 東京で2つの半原発デモが行われ、それぞれ芝公園では2500人、公園寺では主催者発表で1万5000人、ロイターによれば5000人が参加した。6月11日には新宿で主催者発表で約2万人が参加するなど6.11脱原発100万人アクションとしてデモやイベントが全国各地で開かれ、 参加者は合わせて、朝日新聞によれば7万9000人と報じられた。この時、自由民主党幹事長の石原信明は、アナーキーで代替エネルギーのことを考えていないと発言した。同日、宮崎駿もスタジオジブリのある東小金井でデモを行っており、スタジオジブリの屋上では、同月16日から、スタジオジブリは、 原発抜きの電気で映画を作りたいと書かれた横断幕が掲げられている。同月19日には東京明治公園でノーベル賞作家大江健三郎らが呼びかけて主催者発表によれば6万人規模のデモが行われた。一方、サンガを守れ国土を汚すなと保守派や民族派右翼団体からも反原発デモや団体に同調したり、 参加したりする場面も出てきている。例えば一部の右翼団体が祖国を荒廃させるリスクがある原発依存体質からの脱却を主張し2011年7月から11月にかけて右から考える脱原発集会デモと称して集会デモ更新を実施したことを公安調査庁は指摘している。また民族派の新右翼鈴木国夫は 脱原発を唱える環境団体グリーンアクティブの賛同人に名前を連ねた。2012年7月20日には保守派の論客、勝谷正彦が大井原発再稼働に反対する首相官停前デモに参加。同年7月29日にはかつて警察官僚として過激派対策を担った亀井静香が国会議事堂を取り囲む反原発集会に参加。 両名とも、デモの集会では、原発再稼働を批判するスピーチを行っている。7月13日の官邸前デモに同行取材した、ジャーナリストによると、デモには日の丸を掲げるグループもあり、統一戦線義勇軍は、子供たちの命と、うるわしき参賀を守れと対処した旗を掲げたという。原子力発電所の廃止を、日本政府に求めることを目的として、 2011年9月11日に東京都千代田区霞が関の経済産業省庁舎、敷地内の一角に本来違法である国有地を占有するテントが設営された。以降は24時間体制での泊まり込みや議論、交流、行動する場となっている。テントの設置の延言については原発の再稼働を中止を求める市民団体らが 2011年9月11日に行われた抗議活動を人間の鎖の一環としてテントを張ったことがきっかけとなり始まっている。2012年1月24日には経済産業大臣枝野幸男より退去命令が出された。2013年3月29日経済産業省はテントを設置している市民団体に対して立ち退きを求めて 東京地方裁判所に提訴した。2015年2月26日、東京地方裁判所は、表現の自由の行使という側面はあるとしながらも、国が明け渡しを求めることは、権利の乱用ではないとして、テントの撤去や、過去の土地使用料として、被告側2440万円の支払いを命じる、判決をした。被告側は、テントは脱原発運動そのものだ。 日本の原発が全部なくなるまで頑張ると撤去に応じない考えを示し控訴する方針である。2016年7月28日、最高裁判所が上告を帰却。テントの撤去と約3800万円の支払いが確定した。2016年8月21日未明、東京地裁の強制執行により、テントは除去された。 2012年7月16日、さようなら原発10万人集会と銘打ったデモが、東京都渋谷区の代々木公園で開かれ、主催者発表で、約17万人、警視庁関係者によると、約7万5千人が参加した。2012年6月頃にストレステストの二次評価を待たずに、大井原発の再稼働を進めようとする動きに、反対して規模が拡大した。 原子力発電所反対デモが野田政権打倒の主張にまで発展したことからアラブ世界各国の民主化運動をアラブの春におけるジャスミン革命になぞらえてアジサイ革命と呼ぶ人たちも現れた賛同者が毎週金曜日に首相官邸前に集結して原発再稼働の反対を訴えた言葉のそもそもの起こりは伊藤成功が 東日本大震災直後の二千十一年九月十一日、九点一一原発やめろデモで行った、し廃炉、はい、せよ廃炉、はい、せよ廃炉、はい、せよの朗読の中で、デモ隊を、君たちは、路上の花だ、蛇行して作植物だと読んだことに始まるという。七月二十九日の集会は参加者が十万人単位にまで、膨れ上がり、人々が機動隊の規制を突破して、国会議事、 道正門から内堀通りに伸びる車道を埋め尽くした。関西の反権力的な市民活動家は原子力発電所を批判するメッセージが記載された内輪を作成し、関西を中心に内輪を配布することによって反原発を訴える市民活動を行い、様々な報道機関から取材を受けた。命を守るデモプロジェクトは高度に放射能汚染がされている。 被災地に居住し続けると死亡する可能性が高いと主張し2011年10月18日に大阪府内で葬式デモを実施した。公安調査庁は2011年の動向として中核派や核丸派などが半原発運動の高まりを後期と見て半原発を訴えながら活動を活発化させる一方で自派の機関紙やビラを 配布するなどの宣伝活動に取り組み勢力拡大を図っているとする。2011年3月31日には約100人による東京電力に対する抗議デモが行われたが更新を停滞させるなどデモの許可条件や警察官の警告に反する違法な先導をしたとして警視庁公安部が中核派の活動家3人を逮捕したという。なお、 公安当局によれば6月11日のデモには、角丸派、中核派や、減水爆禁止日本協議会が後ろ盾にいたという。2011年9月11日には、新宿でデモが行われたが、参加者が機動隊員らの顔を殴ったことや車道で、更新していたデモの隊列を歩道に広げたとして、公務執行妨害や公安条例違反の疑いで12人が逮捕されている。 一方、行動する保守所団体は原子力発電所の停止で電力不足に陥るから代替エネルギーが確保できるまでは原発の再稼働による電力確保が必要と主張してデモ活動を行った福島第一原子力発電所事故の影響で社会問題化した電力不足については在日韓国 朝鮮人の基幹産業であるパチンコ業界こそが電力を浪費しているなどとしてパチンコパチンコ店全廃を訴えた。2012年9月25日には原発推進国民会議が首相官邸前で政府に原発推進を求める集会を開催。この集会には約1000人が参加したと幸福の科学出版のザリバティが報じている。 2013年8月24日に東京都日野島岸寺において原発再稼働推進デモが実施された。2011年3月20日に日本の福島第一原発で放射能漏れが起こったために台湾首都の台北市で4期目になる新規の原子力発電所の増設に反対及び現存している原発の総点検を求めるデモが行われた。 デモ参加者は主催者発表では約5000人で、警察発表では約2000人で参加者には、元行政委員長や野党、民進党の政治家も参加していた。ドイツでは2011年3月26日から3月27日にかけて、ベルリン、ハンブルク、ミュンヘン、ケルンなどの大都市で、反原発デモが開催され、約25万人が集まったと報道されている。 フランス社会党は2012年、福島第一原発事故発生後の世論の高まりを受け数十年来の原発推進政策を転換し、今後20から30年で原発を廃棄する方針へと転じ2012年、フランス大統領選挙では、フランス社会党の支持を受け、原原発を訴えるフランスはオランドが、現職のニコラ・サルコジ大統領を破り、 大統領に当選した。2017年11月、南アフリカでは国内2カ所目となる原子力発電所の建設が承認され、環境保護団体のグリーンピースの活動からがプレトリアでデモを行った。ありがとうございます。